こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今日は食べ過ぎてしまった時の対処法についてお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日はですね、食べ過ぎてしまった時の対処法というお話なんですけれども、これからの季節ですね、イベントごとも増えてきて、やっぱりついつい食べ過ぎてしまうこと、これはもう誰にでもあることだと思います。私自身も、ダイエット減量中にですね、美味しいものを前にすると食欲が止まらなくなってしまって、食べ過ぎたなと経験が多くあるんですけれども、そんな時にどういうふうに対応すればいいかっていうところのお話になります。そもそもですね、この食べ過ぎた事実はどうすることもできないので、食べ過ぎた時はですね、いかにポジティブに考えるかっていうことが前提として大切になるかと思います。要するに、食べてしまったことを後悔するっていうよりは、美味しいものを食べた事実ですね、美味しかったなとか楽しい時間だったなと考えて、まず後悔するよりも事実に目を向けるっていうことが大切かなと思います。あとはですね、これは何度かお伝えしているんですけれども、食べ過ぎた後に体重は増えるかと思います。ただこの体重が増えるっていうことと、体脂肪が増えるっていうこと、これは大きく違うということを理解する必要があります。体重っていうのはお水を飲めば増えますし、汗をかけば減ります。ですので、食べ過ぎたものが胃や腸に溜まっている状況では、必ず体重っていうのは翌日増えています。一方、この体脂肪が増えるっていうことは、食べ過ぎてしまった、余ってしまったカロリーが脂肪細胞として蓄えられていくというような状況なんですけれども、体脂肪を1キロの、エネルギーっていうのは7200キロカロリーと言われています。仮にですけれども、この1キロの体脂肪を、つけるっていうふうに考えると、それだけやっぱりオーバーカロリー、食べ過ぎを繰り返さない限りは、その1日で体脂肪をつけるっていうこと自体はやはり難しいことだと思いますので、その体重と体脂肪の違いについて、理解するっていうことは大事かなと思います。またその体重の増減に関しては、外食などの食事はですね、塩分っていうのも多かったりしますので、塩分の摂取量が高くなると体に水分を溜め込みやすくなって、結果的にむくみとして出て体重が増えるっていうこともありますので、そういったことも外食食べ過ぎてしまった時は、そういったところが要因かとも思いますので、頭に入れていただければなと思います。食べ過ぎてしまった時に、じゃあ実際に翌日、どういうことを気をつければいいか、逆にやってはいけないことっていうところの説明なんですけれども、やっぱり食べ過ぎてしまったっていう、後悔からですね、ついその翌日に体重を一気に戻そうというふうな、意識が働いて、極端にカロリー制限をしてしまうっていうケースがあると思います。私自身も、昔はですね、減量中にやっぱ食べてしまってやっちゃったなっていうことがよくあったんですけれども、そういう時に、翌日プロテインだけで過ごすとか、野菜だけで過ごすとか、そういうふうに極端にカロリー制限をしてしまったことがあります。でこれはやっぱり危険なんですけれども、まずはその日活動するためにエネルギーというのは必要になります。細胞は常に働いているわけで、新陳代謝も繰り返されて行われている状態なので、プロテインや野菜スムージーだけなどによると、単純にエネルギー不足になって代謝が下がる要因になります。極端にカロリー制限をしてしまうと、長時間空腹状態になってですね、空腹になると、血糖値も下がりやすくなります。そうすると食欲が湧いてきてしまって食べ過ぎてしまうという、この悪循環が生まれてしまう。これが一番良くないわけで、食べ過ぎてしまった時っていうのは、この食べ過ぎを繰り返さないっていうことがもう何より重要になるので、基本的に食べ過ぎてしまった栄養素っていうのはですね、大きく糖質と脂質、この2つの栄養素が多いと思います。野菜を食べ過ぎてしまったとか、
タンパク質食べ過ぎてしまったっていうような形で、まあ、後悔する方って少ないと思うんですけれども、この糖質と脂質を、まあ、過度に食べ過ぎてしまうっていうことが多いので、まあ、その翌日の食事はですね、糖質と脂質の摂取量、食べ過ぎには注意していただきながら、まあ、基本的なタンパク質と、まあ、お野菜を中心に、まあ、バランスよく摂取していただくっていう本当に基本的な、この食事を心がけるっていうところが、食べ過ぎを繰り返さないために、まあ、非常に重要になるかなと思います。とはいえやはり、まあ、食べ過ぎっていうのは、まあ、抑えたいと、考えるんですけれども、この食べ過ぎないために、まあ、どういうことをしたらいいかというところなんですけれども、まあ、これもですね、よく、まあ、外食の予定があって夜にですね友人と、まあ、ご飯を食べに行くとか、飲み会があるとかっていう場合、まあ、その時に食べ過ぎてしまうっていうことを、まあ、想定して、その日中に極端にカロリー制限をすると、まあ、そういうふうにしてしまうケース、これも危険な、ところになります。まあ、1日の摂取カロリーを抑えるという上では、日中のカロリー制限をするっていうことは大切なことだと思うんですけれども、これかえって、日中やはり空腹、状態が続いて、血糖値も、低下する、状況になるので、まあ、いざ、まあ、美味しいものを、目の前にすると、まあ、そこで食欲がまた乱れてしまって、そこで食べ過ぎてしまうケースに陥る、まあ、ことにつながりますので、おすすめの方法としましては、前もって決まっている、まあ、イベントごと、外食の予定があるとするならば、まあ、食事をする、内容っていうのはある程度イメージできるかと思います。まあ、どういうお店に行くのか、まあ、どういうものを注文するのかっていうのは、まあ、比較的イメージできると思いますので、そこでも、まあ、糖質脂質っていうのはやはり普段よりも多く食べる、ことが多いと思います。まあ、ですので、まあ、日中はこの糖質脂質の量っていうのはやっぱり摂りすぎに注意しながら、タンパク質を中心にバランスよく摂るっていうことは前提として、まあ、私よくするんですけれども、その食事の、まあ、やっぱり 1,2 時間前ぐらいに温かいスープを飲んだりとか、プロテインドリンクを飲んだりということで、空腹でそこに参加しないっていうのは、まあ、非常に重要かなと思います。まあ、これはですね、空腹で参加してしまうと、もう本当にですね、料理を目の前にすると抑えきれない、一度食べてしまうともういいやという形で、まあ、かなり食が進んでしまうっていう経験もあります。まあ、ですので、まあ、その参加の前にちょっと、血糖値をですね上げた状態で気持ちも落ち着かせて参加することで、その時の食べ過ぎを、まあ、控えるということに、まあ、つながるので、これも参考にしていただければなと思います。ということでですね、今日はついつい食べ過ぎてしまった時にどういうふうな対処をすればいいかっていうところのお話なんですけれども、まあ、やはりですね、こう食事っていうのは単に栄養を摂取するだけではなくてですね、やはりこう楽しい時間を楽しい人と、まあ、過ごすために重要なことだと思います。まあ、ですので、これからの季節ですね、イベントごととかたくさんあると思うんですけれども、まあ、より食事を楽しく摂取いただくために、今回お話しさせていただいた内容というのも頭に入れていただければなと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも新商品やセール情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。